現地時間5月17日に開催されたベルギーリーグの第39節、プレイオフ2の9節で、日本人6選手が所属するシントトロイデン、STVV がミサオケントと秋元貴弘が先発したルーベントホームで対戦。1対1のドローに終わった。動画、両チームが作った花道を通ってピッチを去る岡崎。今シーズン限りでの引退を発表し、 これが本拠地での現役最後の試合となる岡崎慎司は、鈴木彩演、伊藤亮太郎、山本力人、藤田浄瑠千葉と共にスタメン出場、小川良也はメンバー外。慣れ親しんだ CF でプレーした、元日本代表 FW は前線からサボらずにプレスをかけ、献身的なスタイルを最後まで貫いた。ボックス内でシュートを打てそうな場面でも味方へのパスを選択するなど、 似た的な部分も変わらない。STVV の左ウィングバック、エリック・ジュニオール・ボキャがマッチアップした妙本のマークに苛立ち、小競り合いになりそうな場面で、間に入って仲裁する姿も印象的だった。52分にベンチに下がる際には、両チームの選手が作った花道を通って送り出され、満足そうな笑顔を見せた。現在38歳のナストライカーは、これまで清水エスパルス。 ドイツのシツットガルトとマインツ、イングランドのレスター、スペインのウエスカとカルタヘナでプレー。レスターでは不動のレギュラーとして、奇跡のプレミアリーグ制覇に貢献した。119キャップを刻んだ日本代表でもワールドカップに3大会連続で出場し、歴代3位の50得点をマークしている。